夜中？お疲れ。それは連休で徹夜してるの？お仕事か、お仕事かな。お疲れ様です。月曜は祝日なの。私のおかげで気づいた。月曜日は海の日だよ。海の日だよ。海の日ってなんなんやろうね。何をする日なんやろ。海の日って海で泳ごうみたいな日なんかな。謎。おはよう。ケンジハートありがとう。謎やな。海に感謝する日です。適当。適当にも程があるな。でもまあ海にはね、だって海ってさすごくない？謎に語り始める。海ってすごくないね。もしもさ、この人間がさ、海っていうものをさ、知らずにさ、ずっとさ、恐れられとるさ、存在やったらさ、私たちこの、私たちの大好きなお寿司とかさ、お魚がさ、食べられることはなかったわけ。やけん、あれやね、本当に。初めて、海に飛び込もうって思った人本当にありがとう。怖くない？だってさ、海っていうものをさ知らずにさ見たらさ、もう海っていう概念が私たちには入ってるけど、概念なしにじゃあいきなりここに飛び込めって言われたら無理やない？無理じゃんね。無理です私は。でも海は魚がいっぱい泳いでてって綺麗でみたいな、まあ、綺麗じゃない海もあるけど、私がね海に行くと大体綺麗じゃないの。なんか前日波が荒かったのかなみたいな、なんか普通に綺麗な海水浴場でもなんか私が行く日はなんかさ謎に前日荒れてるとかでさ、毎回あれなんだよね。透き通ってない海なんだよね。悲しい。え、そうか。内陸の人はそうだよ。モンゴルからの留学生は日本で初めて海を見たらしい。海すごい。初めての人尊敬ですな。尊敬です。尊敬の眼差し。おはよう。え、何やっけ6月か。6月なんか祝日が6月ってめっちゃないんだっけ。あれなんか最近みたいな。コメント欄で私泳げなそうってコメントしてる人がいますね。甘い。私は超泳ぐのが得意だ。でも分からん。最近全然泳いでないけん下手くそになっとるかもしれん。やけん怖いよね。海の中で何か起きた時なんか泳ぐ機会ってめったにないじゃん。だから自分がさどのぐらい泳げるのか正直分かんない。6月に祝日、そう6月に祝日がないんよ。のび太くんが怒ってたって。ナイスのび太くん。おはよう。いやそう、泳げるって思った時に泳げんかったらさ怖いね。え、ちょっと泳ぎに行きたいんだけど。泳ぎに行きたいんだけど、ちょっとさどうしよう。泳ぎたいけど泳ぐ場所がない。誰か
誰かあの誰かプライベートビーチ持ってる人いませんか、ここにプライベートビーチ所有してるよって方いませんか。海の日は海の応援に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う。素敵。なんかさ、やんわりさ、やんわり海の日ってさ、まあ、そういう日なんやろうなって思っとったけど、やっぱこうやって文字で見るととても素敵な日ですね。今日で24歳になりました。おめでとう。24、24、西が8歳やね。おめでとう。学生の頃の気分で泳ぐと溺れるよって。いや確かにな、溺れるかもしんない。てか多分学生の頃の気分で今プールとか行くと、久々のプールすぎてなんかテンションが空回りしそうで怖いな。バーイって言ったらゴーゴーってなるかもしれない。そんな気がしてきた。 STU で水泳大会した。え待って、なんか水泳大会せんせん体育なんか体力テストでさ、体力テストあってさ最下位だったじゃん。私のかっこいいところ見せたいんだけど、ちょっとあの水泳大会でめちゃめちゃ速くてみたいな、めちゃめちゃ速くてえみたいな、渡辺前世人魚説みたいな、なんかね出せたら。昨日近くの海行ってて海行きてーとなったって。見てたの？見ただけ。どうぞ宇治なら海でって。そこ所有してるの？そこ所有してるの？プライベートビーチ。すごっ。富の人じゃん、富の人。ウニとかフグ初めて食べようと思った人もなかなかよね。だってフグに関してはさ、毒があるってさ、もう証明されとるわけじゃん。ってことはさ、フグの毒でさ、多分さ、フグを食べるときに、なんか、なんだっけ、肝臓の部分だっけ。肝臓の部分食べた人がバッタバタ倒れててさ、なんだこれはみたいな、この部分にみたいな、僕はこの肝臓の部分を食べていないみたいなって気づくんよ。はっ、倒れている人は全員肝臓の部分を食べている。間違っとるかもしれん、肝臓じゃないか。おはよう。ずいぶん海に入っとらんの。昨日は海眺めながら、めっちゃいいね、コンセプトバッチリや海に入りながらお話。海に待って今海に入りながらっつったよね私。えおもろいなー、それ誰かやってくれん。海に入りながらさ、ゴボ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 、なんかなんていうの、あのあれつけて、マウスピースじゃなくてシュノーケリング、シュノーケリングつけて、ラッコーって、ラッチョー今オフでーすって。 STU で一番プライベートビーチに近いのか、マジお嬢なん、壁島ちゃん。でもなんか確かにお嬢な感じがする、本当にお嬢なんだ。ちょっと口の色なさすぎるな。そうじゃん、なんか福岡でさ世界水泳あるんだよね。らしいね、世界水泳。えこの前のさ、この前のアメトークのさ、水泳スクール通ってた芸人ってやつがあったんですよ。そう、お母さんがね、お母さんから LINE 来てね、ちょっと今すぐテレビ見てって、アメトークめっちゃ面白いかなって言うぐらい、お母さんがね今見てみて。
縄文時代の遺跡でフグを食べた跡があって、あ、いや初めて食べる人は何も考えずに食べてると思う、そして大体死んでる、そうだよね。でなんかたくさんたくさん命が失われていくから、それによって、でちょっと疑問に思った革命家がね追ってね、でね、うわこれには毒があるみたいな、いろいろ実験を繰り返してって名前がついてみたいな。初めて食べた人の犠牲で、いやほんまそう、ほんまそう。朝から絶好調やな、うまい、ガチでお嬢様いる。ちょっと待って、どのレベルの、あのジーヤおるパターン、株島ちゃんだけでもおりそうやもんな、ジーヤおるパターン。あ、絶対あの毛の長い犬飼っとるやろ謎の偏見絶対毛の長い犬飼っとるやろ、しかもその毛の長い犬の毛めっちゃサラサラやろ。夏休みの香川の海で遊んでましたいいね、ケンジーダールマン、ありがとう。リーチャさん、星ありがとう。月影さん、ファイトありがとう。マディカ、マディカ、マディカ。お、録画してるの、いや、マジ面白かった。をしたのにフグを吹くって呼ぶ山口の人、優しい、優しいよね。明日のサイン会ね、楽しみ。株島ちゃんは聞く限りはガチモンのお嬢さんっぽいんだよな、ブログ見ててもビビるって。みんながビビるぐらいの、ビビるってどういうこと。菅井様みたい、いや、ありえるの。え、ちょっと待ってて、箸より重いものは持ったことがないね、それはちょっとあれじゃないそれは言い過ぎだろ広島の家にハウスキーパーとかの人が通ってきて掃除、部屋の掃除とかしてそう、してそう。あ、料理のレベルが断じ、もしかしてさ、なんかあのフレンチ料理フルコース作れちゃいますとかそういう感じ。すごいな。家が海に近いので夏は一日中じゃなかった一日、いやでも一日、夏は一日海水浴、いいね。790日ありがとう。うん、おいもちゃんありがとう。いやお父様お母様とか言ってると思う。せんウケる。え、なんかあのさ、あの串揚げ食べてる時の笑っとる自分の顔が面白すぎてあげた。面白すぎるっていうか、なんかえ、自分ってこんな笑い方しとるんやと思って、なんか自分じゃないみたいと思ってあげてみた。あれはね、二度付けしそうになったんよ危ないよね、危ねえって。つけたことを忘れて、連休初日はゴルフでした、最高。絶対日焼けしたでしょ天気良かった、天気良かった、良かったくない。そちらはどうかわからんけど、
いい笑顔だったよ。ありがとう。見てくれてる。ありがとう。あの写真いい。てかなんかあの場所がめちゃめちゃなんかすごかった。アミューズメントパークみたいになっとる。なんか超でかい超でかい串カツ屋さん。はなっちゃんです。超でか串揚げ屋さんじゃないか。串揚げ屋さんだったっけ。なんかすごかった。なんか枝豆10キロみたいな枝豆10キロみたいなでっかいこんな器で枝豆10キロみたいなやつあって、えみたいな、これ食べるみたいな。私枝豆好きだから枝豆だけでもお腹いっぱいになって。でもなんか好きなものってね食べ過ぎるとアレルギーになったりすることがあるらしいけど、いや10キロはさすがにさやばいよね。やばいやばい待って、ね、枝豆っていうかさ豆の絵文字って今まで残ったくない。私いつも思いよって、なんか豆っていう絵文字を出したらさ、なんかあの茶色いさ小豆みたいな豆しか出んくなかった。いやそうそうそう、もうおみかんさんが送ってくれとる豆しかイメージ残った。あったんや枝豆で出てくるの。これグリーンピースじゃない。みんなグリーンピース食べれますか私はグリーンピースを食べれることをちょっとねみんなにねマウントをね取っていきたい。グリーンピースご飯の配分がご飯と豆の配分が逆でも逆の方が嬉しいぐらい好き。うんマジでシューマイの上にグリーンピース乗っかっとうのさ外す人なんなんやろうね。私さなんか学校のさ学校の小学校の時さグリーンピースなんかシューマイが出た時に大体グリーンピース乗ってるのやけんね。シューマイの日はねなんかもうさみんなもう自然とさみんな自然とグリーンピース苦手な人がさ私渡辺はさグリーンピース大好きやからさって言ってさあのみんなね先生の目を盗んでこっそり私にグリーンピースくれるんですよ。そのシューマイの上シューマイごとくれたっていいやんねシューマイごとくれたっていいやんね。なのにグリーンピースだけみんなくれるんですよ。でもまあ好きなのでいいんですけど。明日よろしくね。よろしく。前ご飯出てくるとテンション下がる。それはマジマジ豆ご飯の美味しさを知らんのよ。お母さんがめっちゃ豆ご飯作るの上手なんかな。で初めて豆ご飯食べて美味しいって感じたのがおばあちゃん家に行った時におばあちゃんが作ってくれたんですすごいなんか私みんなを救ってるのか救世主だよ。グリーンピース嫌いではないけどあえて食べようと思う。いや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 、シューマイってさなんかさお肉の料理でもなんか罪悪感なく食べれるのはあの彩りのグリーンピースのおかげだよマジあの彩りって大事だから。あのグリーンピースがないことによっていきなりすっごい高カロリーに見えてくるシューマイって。でもなんかグリーンピースが乗ってることによってお？なんかヘルシーなんじゃないって思うやばい、私めっちゃシューマイについて語れるわあ、崎陽軒とかの埋め込みタイプね。いやでも本当にグリーンピース嫌いな人ってあの埋め込まれてるグリーンピースもほじくってあのほじくってくる感じだからね。あの給食のさグリーンピースもさ、なんかその崎陽軒パターンでちょっとなんか八
8部ぐらい埋まってる感じなんよ。でもみんなほじくって持ってくるけんさ、シューマイごとくれたっていいやんね名言シューマイごとくれたっていいやんね。焼肉もグリーンピースただ全部、いや確かになくなるんじゃないか。そうグリーンピースのおかげでゼロになる。そうあれは彩りよ、免罪符です。おはよう。アメリカのステーキ付け合わせがグリーンピースと、どうぞ。美味しいよね。グリーンピースってね、そんな悲しいこと言わないでくださいよ。いっそシューマイの中にグリーンピース入れた食べなさいって。緑色がついていてその風味がついているもの苦手なのかも。あうまみじゃない。ケピッピさん、初めてお話ししてみたいです。わー嬉しい。お話し会、お話し会がね明日の今の息をする心のやつは終わっちゃうんだけど、どうなんだろうね。また始まったら SNS でお知らせしますので、私の Twitter あと Instagram もやってるのでバナーから飛んでみてください。フォローよろしく、そしてコメントよろしく。明日何コーデ？明日は夏のお姉さんです夏のお姉さんコーデです。めっちゃ可愛いお洋服手に入れた。夏って感じの夏って感じ。ストップシーズンインダサーって感じ。え、合っとる？なんか私これさ、なんか昔さ、なんかさ、私すんごいめちゃくちゃなさ、めちゃくちゃななんか歌詞で歌いよってお母さんにめっちゃ笑われた記憶がある。サンデーみたいなサンデーシーズンでもまあいや意味やからん意味やからんな。え、私あ待って、私嫌いなものあったわ。私嫌いなもの今気づいた。まあでも我慢すれば食べれるけどって感じ。みんなの待って、みんなが思う、みんなグリーンピースが嫌いな人の気持ち分かったかも。今分かった。ゆうえさん分かった。私あのステーキの横についてる甘い人参が無理。あれなんであんな甘いの？なんかにさ漬けてあるの、漬け込んであるの、あれ無理なんだけど。あれなんかすごいむしゃぶるいしちゃう。なんか人参はなんかちょっと人参臭いぐらいがいいんよ。でもなんかさ甘いんよ。あれ何？無理。あれ無理なんだけど。おはよう、おはよう、バンディさん、おはよう。夏のお姉さん方がどんな感じですか？どんなお話がいいですのかね。どんなお話でも、みんなの恋バナ聞いたりとか、なんでもかんでもシミヤンさ、近所のスーパーで枝豆の詰め放題。やば、めちゃめちゃいいね。あ、てか枝豆10キロって普通にやばいよね。食べきれるんか気になったもん。え、そう、私が豆ご飯好きやから、おじいちゃんがね家庭菜園でね豆作ってくれてるんですよ。嬉しい。もうねおじいちゃんさ、私がさ好きなさ好きな野菜をね全部家庭菜園で作ってくれるの。すごくない？一からさ、お家に畑作ったん、プチ畑作ったんよ。やばくない？
私の大好きなブロッコリーとかネギとかそら豆とかグリーンピースとか作ってくれる。天才じゃない？もうなんか全人類が私のおじいちゃんみたいになればいいのに。そう、夏のお兄さんで来て、みんな夏っぽい服装で来て、ツーショット写真会とかもみんな家にさ、あれアロハシャツとかある人着てき。そんぐらいちょっと私夏だから。でもどうなんやろ、いや夏ですね。グラッセ、あ、グラッセってやつか、聞いたことあるわ。なんで人参を甘く煮るわけ。半切れ、半切れで。酢豚のパイナップルは私多分パイナップルにね、あ、パイナップルじゃない、酢豚が入っているか、私多分気づいてないのか、酢豚にパイナップルに、パイナップルの存在に気づいていないのか、私が酢豚を食べているとき、たまたま、酢豚にパイナップル入ってないお店を引き当てているのか。そうですね、私がよく行く中華屋さんは入ってないです。あれかな、みんなが残すからもう入れないやってなったのかね。そういうお店増えてそう。だって冷麺もさ、なんか冷麺の上にリンゴの乗ってるのが結構スタンダードだと思ってたの。ただね、リンゴじゃなくてね、なんか他のものに変えてるお店最近多いよね。付け合わせのグラス、私パクチー苦手なんだっけな、わかんないよ。あ、レバー大好き。あ、かわいい、なにこれ、サメ。ジョーズ来た、ジョーズ。天下海さん、ありがジョーズ、ありがジョーズ。おいもちゃん、ネンボスタリット、ポテサラ、いや、ポテサラもリンゴが入っとるの食べたことがないけど、なんで入れるんやろってすごい思っとる。ちょっと許せないかな。美味しいんかな、なんか食べたことがない。なんかどっかの地域だよね、ポテサラにリンゴ入れるのって。ハンバーグについてくる、え、ハンバーグに、パセリって食べれるの、わかんない、彩りなんだと思ってた、ずっと。グラッセは、あ、なんだ、グラッセってツヤを出すためのやつが甘いってこと。あ、冷麺のリンゴは美味しいって感じる。でも最近ね、冷麺にリンゴが乗ってるとこはね、とこがない。みんなが食べないから変えてるんだと思う。え、梨？あ、でも確かになんか梨が乗ってる冷麺って見たことあるかも。でも画像とかでしか見たことない、私自分で引き合ってたことまだない。本当はパイナップル入れるの嫌いだけど、仕方なく酢豚パイナップルしてる中。ねえ、私さ、あれがめっちゃ食べたいの、なんかこれもなんかアメトークで見たんよ。何やったかな、どういう題材かは忘れたけどさ、めっちゃ私今シュラスコの食べ放題に行きたい。で、焼きパイナップルがめっちゃ食べたい。お腹空いて、焼きパイナップル、焼きパイナップルがめっちゃ食べたい。なんやっけ、なんかめっちゃ有名なお店あるんでしょ、東京だっけ、シュラスコの食べ放題のお店。パンダザメ、パンダジョース、ありがとう。生レバーを食べてみたいな。
ケサラのリンゴは歯ごたえがあって好き。愛知県だけどリンゴかみ。でもみかんの、確かに缶詰のみかんが入ってるやつ、なんか県民賞かなんかで見たよ、入れるみたいな。想像がつかんな。あれはあのタイプのみかんはあのゼリーとかフルーツポンチにしか入ってる感じしないからさ。え、あの誰かさ、この中でさ、ソウのフルーツポンチ味食べた人いない？めっちゃ美味しそうなんだよね。あ、やば、なんかめっちゃダジャレみたいになった恥ずかしい無意識のダジャレって恥ずかしい。道後温泉いいね。私が行った時なんか工事中やったから行けたな。焼きパイナポー、そう焼きパイナポー。でシュラスコって何なの？なんか何肉？ラム？普通にあれ薄切りのステーキってことなのかな。食べ放題かどうか忘れたけど、シュラスコのお店いくつか知ってる。はー、美味しそう。韓国とか本格的な韓国料理屋さんに行くとリンゴではなくて梨。はは、美味しそう。ははは、はは、美味しそうのフルーツポンチ味、美味しそうだよね。そうだよね。あ、やばいやばいやばい。そうだよね。みんなからの感想を待ってるところなんだけどさ、ちょっとコンビニに見つけたら、コンビニで見つけたら買っちゃいそうだよね。でもいつもちょっとタイミングで買えそうにないんだよね。溶けちゃうからさ。そう、私アロエヨーグルトのアイスめっちゃ気になる。あの2層になってるやつでしょ。カップタイプのなんか棒タイプのアロエのヨーグルトのアイスを知ってたんですけど、カップタイプのやつがあるんですよ。知ってました？カップタイプのアロエヨーグルト、あれめっちゃ美味しいらしい。チャケさんがあげてたかな。なんかチャケさんがストーリーであげてた。羊、牛や羊のなんとか肉。うわ、何なんとか肉。そうの感想言いたいな。早急にお待ちしております。ハッシュタグで、ハッシュタグなっちゃん通信、なっちゃんはひらがな、通信は漢字でツイートを出そうね。え、シュラスコ牛肉、わー、でもラムも美味しいよな。買っちゃいそうだよな。お雑煮ね、お雑煮問題とかもいろいろある。バームクなんかシュラスコの説明をしようとしたら絶対欲しいになるのは何が欲しいになっとるやん。血は今来ました。血はそう、シュラスコって料理名。焼きパイナップルがめっちゃ食べてみたい。絶対美味しいよ。焼くっていうさ、工程ってさ、絶対に甘み引き出すじゃん。甘み引き出す、なんか想像しただけでも大優勝してる。肉ね、アロエのやつ、アロエのアイスクリーム見つけたら買っておいた方がいい。結構品薄の店多い。それはちょっとゲットしてね。どこに売ってる？コンビニなのかな？スーパーなのかな？ここで見つけたよっていう情報あったら教えて。その店舗に行けばあるはずだから。あるはずだから。セブン目撃
次情報1、セブンイレブン。よし、じゃあセブンイレブンで買いますか。じゃあ今日のメールは、今日のメールはアロエヨーグルト。でも待って、見つけたとで食べれるタイミングって感じやね。でもさ、アイスさ、アイス買ってさ、アイス買ったらどこで食べればいいんっていう問題よね。なんかお家がさ、予定がさなかったらさ帰りに帰るけどさ、予定があるとどこで食べればいいんや。公園近くの公園。そう、ちょっと今日はアイス探しのために行きたいです。行こう、そうしよう。アロエヨーグルトのアイスを探す。そうは映画のそう、なんじゃそりゃ。帰りに買うのがベストだね。いやでもそのさ、帰りのさタイミングでうまく買えるかだよね。あれセブン限定なの？マジありがたい。アイスを探す。全然ダジャレじゃないです。そこは厳しくいく。アイスをアイスだったらさ、アイスをアイスだったら生きてるけど、アイスを探すなんて素だけじゃない。創作します。もう今魂抜けたいの。セブンイレブン限定ね、オッケー。まずセブン、今日セブンイレブン見つけたらもう絶対に店内に入ってしまう体になってしまったかもしれない。あ、セブンイレブンだ、セブンイレブンだ。ない。ない。え、待って、呪術廻戦の2話ね、あの途中から見たんですよ。テレビでさ、うわっ待ってみたいな、今やっとるくないと思ってテレビつけたらめちゃくちゃ途中だったから、アマプラで見返します。そう探しにすぐね、そうじゃないから私が今探してるの。そうはわりかしあるよね、どこでも売ってそう。ブリーチは見たって、あんまきいつ見たことないな。でもなんかあれだな、なんか友達のお姉ちゃんがすんごいブリーチ好きで、多分なんか世代なんだろうね。すんごい友達の家に行った時にでっかい本棚がで、そこにブリーチバーって並んのを見て、ちょっと見てみたいの。めっちゃかっこよかった、めっちゃかっこよかったっていう思い出がある。よく言うそう、今も続いとるのすごいって思って。アニメ化初めてとかじゃないもんね、絶対。すごくない？話が続いてるんだとしたら漫画家さんってすごいよね。ブリーチ第一世代ってやつなんだと思う。その友達のお姉ちゃんは何個上とかやったかな、4個上ぐらい、そんなもん、そんなもんですか。ブリーチは今回の最終章の アニメ化に10年もかかった。やば、漫画はもうとっくに終わっとるって。すごっ。え、じゃあさ、ブリーチのアニメを全部見たらさ、でもこれからなっていくのか、ブリーチのことを知れ
最終章がようやくアニメ化されてます。この前ちょっとワンピースのアニメをね、ちょっとなんか一日さ時間があったからさ、ちょっと今さみたいなちょっと今ワンピースの1話から見始めたらどこまで一日で見進められるんやろって思ったんや自分で。やけど見進めようと思ったらね、あのシーズン1のね、あアマプラでこれなんか見たんだけど、シーズン1のさエピソード2でさもう記憶がないわけよ。あの目覚ましたらなんかそうやばくないシーズン1のエピソード2よ。一応でもなんかもうそう、もう いきなりさカッて記憶がなくなったわけやさ、もうシーズン1のエピソード1すらも危うい記憶が。なんかうん、なんかルフィがなんかどういう人なのかっていうのはちょっと分かったぐらいまだ仲間がおらんで一匹みたいな感じってことよね。でなんか次で仲間が見つかりそうな感じだったさっき独断しちゃったけど、アニメ秋アニメで始まる薬屋の一人ごと企画とか、なんか面白そう名前から。ブリーチ今まで作られた分だけでも306、え？でもさブリーチ最終章ってことはアニメでさ終わるってことやんね。すごくない？どういう感じでその366話をギャッてするんやろ。ネトフリのワンピースでしょ。ね、めっちゃ気になる。なんかあの予告みたいな動画見たけどさ、なんかみんな英語やん。でも確かにワンピースってさ、ワンピースってなんか日本人っぽいって言ったらさ、なんかあれやんね、ゾロやん一番日本人っぽいなって思うの。だけど確かに真剣佑さんがなるわけじゃなってなる。なんかめっちゃ日本人っていう設定なんかどうなんだろう。だいたいアニメ12話が漫画4、5話ないよ。ほう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 。ブリーチはアニメオリジナル回とかもかすごいそりゃ10年かかるわな。昔のブリーチの、待って何やっけ、ウーバーのブリーチの曲。でもなんかあったような気がする。なんかアニメとか結構ゲームとかの曲やってるから、どれだろう。青のエクソシストもウーバーワールドさんがやってたから見てたけど、めっちゃハマったな。あれはハマったけど記憶が薄れかけとるけん、ちょっと最初から見てみたい。また遊びに来ます。待ってます。アリピ孔明ちゃんちゃん、あっちきちうまい R チャンピオン。 R チャンピオン、ありがとう。ずいぶん昔の、おスイパラ行きますよって言ってらっしゃいね。アクアタイムズさんが多い。アスタリスクとかアスタリスクってあれじゃない、トゥルートゥトゥトゥルートゥトゥみたいなやつ違う。あれブリーチなんや。
え、なんかアクアタイムズさんの曲って良くない？あと他に待って、あと他には大丈夫ないもんもさんだよね、違うよね。Dテクノライフ、待って、なんかね、ウーバーワールドさんってね、あのね、歌詞とね、歌詞にさ、Dテクノライフって言うやん、曲名。でもね、Dテクノライフっていう歌詞が一つもないのよ。あのなんかさ、そう、思い出せる恋をしようとかさ、あの歌詞に書いてるやん、歌詞にあるじゃん、いつの日にか思い出せる恋をしようって入ってるやん、とっておきのよ。いつの日にか思い出せるとっておきの恋入っとるやん。待って、ウーマールムさんってね、聞くまで分からんのよ。あの、私歌詞とね、名前がね、もう兄は本当にあのもうウーバーワールド好きの極限に達しとるけん、あの歌詞と曲名が一致してなくてもスッて歌えるんですよ。すごいよな。アスタリスク、オレンジ、なんかオレンジレンジ、なんかそのさ、アクアタイムズさんとオレンジレンジで混ざる。スピッツさん、そうなんや。ウーバーワールドだけやと思っとった。こんなに歌詞と題名、あれこの題名やけど歌詞に出てきましたっけみたいな。そう。極戦か。大丈夫だよ。そうのフルーツポンチ味を攻めにも、確かにそうかも。私が見た時、そういえばセブンイレブンだった気がする。大丈夫、待って、アクアタイムズ、そうだよ、私極戦めっちゃ好きだったよ。あれ私リアルタイムで見とったんかな、再放送で見よったんかな、どうなんやろ、わからんわ。極戦めっちゃ見てた。なんか昔のドラマってなんかやばいよね。例えばチェリーとかロビンソンとか、めちゃめちゃ有名な曲やん。めちゃめちゃ有名な曲だけど歌詞に出てくる。あれ、愛してるのやつじゃないか、ちゃんけちゃんけ、響きだけで、大体ドラマの話したら夏は割と乗ってきてくれる作品、失恋しぼれて、失恋、なんか私の世代で一番盛り上がったドラマって失恋しぼれていうかもしれない。石原さとみさんまず可愛いやん。でめちゃめちゃ松潤さんとのなんか多分松潤さんをさ、あれ花より団子でさ知ってるからさ、すごいさ道明寺とのギャップとかもありあり、多分ね私のね世代のね子たちは一番刺さったねドラマなんじゃないかなって思ってる。もうあのドラマあった次の日はもうみんなまずとりあえずその見たみたいな、昨日の見たみたいな話から始まるよね。昨日の見たでちょっとこう寝てしまっとって見れんやった日とか、あの話についていけんくなるけん、いつもね見るけど録画しとったよね、もしもの時。失恋ショコラティエ、マジでなんかね、失恋ショコラティエで初めてね、なんやっけな、なんテンパリングっていう言葉覚えたよね。なんかしかもさ、なんかチョコの知識をさ知れるっていうのがなんかちょっと鼻高になるんよ。こうチョコを作る途中にこうテンパリングっていう作業があって、すごいよね、今は家康やってるし。
当時高校の英語の先生で石原さとみさんに似てる人、超可愛いじゃん、さえこさんの髪に寄せて切ってて叫んだんですよ。最高やんけ、時代やな。そう、テンパルの意味じゃなくてテンパルの進行形だ。学が出とるな、学が出とる、テンパルの進行形、テンパリング、あー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 じゃないよ。そう、チョコの知識知れるけん、なんかチョコの知識も知れてみたいな、知れてる私おしゃれじゃないみたいな、多分気持ちもあってみんな見てたんだろうね。かわいいな自分だ。しかもなんか手さばきがさ、チョコを作る手さばきがさ、あれさすごいよね。なんかドラマしてる人ってさ、一からさ多分そういう本職チョコ作る人とかに教えてもらってさ、その動きをやるわけじゃん。すごいよな、それをさ、そのままとは言わんけどさ、それをその技を自分のものにするっていう、すごいよね。あの時の石原さとみさんめっちゃね、なんかもうさ、あのドラマの中で石原さとみさんが着てるワンピースとかネックレスとかカバンとかが本当に飛ぶように売れてたんですよ。その失恋ショコラティエで石原さとみさんが身につけるもの全てがもう続々売れていくっていう。マジ社会現象だよね、本当に社会現象。いや、わかる、テンパリングを知ったらさ、なんかバレンタインのさハードルがさめちゃくちゃね、思った、バレンタインのハードル上がるよね、テンパリングしちゃう。そのテンパリングはアシェルの進行形は、お話し前、お話し会前の口調がかわいい。水原希子さん役作りで体型変えるのとかいつもすごいと、だよね、ドラマの影響ってすごいよね。この恋温めは、うわめっちゃ懐かしい、あのコンビニの企業開発みたいな、ね、商品開発みたいなドラマだよね。この恋温めますかの中村智也さんがかけてたメガネとか乗り切れてた、すごい。おはよう、おはよう、え、他になんか売り切れ、え、この恋を温めますかのさシュークリームめっちゃ美味しかったくない？後ろに超大好き。みんな今何時？あ、これ絶対こじってしておるわ。毎回やっちゃうこれ。私何時から始めた？11分から始めた。あ、一大事いた。妖怪ウォッチいた。妖怪ウォッチ懐かしい。妖怪ウォッチ。ウォッチ、あ、いた。モーピラー。アイクアイクアイク、あ、親父プンプンはもうおじさんですね。ウォッチ今何時？一大事てて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 、呼んでる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 、妖怪出るけん出ないけん、呼んでる呼んでる、ウォッチ今何時？つらいぜマジてて、全部は妖怪のせいです。私のせいではありません。なっちゃんのせいではない。違います。じゃあもうそろぼち1時間経つので、みんな。待って、ちょっと面白いな。読もうか迷う。おっち、今何時？今何時？象形文字てってってって、おもろいな、象形文字な、懐かしい。私あの書道教室行ってて、一番楽しかったのが
象形文字のやつ、なんか象形文字部門みたいなのがあって、象形文字を自分なりに筆運びで感情を乗せてその文字を表現するっていうのがあって、それめっちゃ好きでした。好きだったんだぜ。あ、行書かもしれない。待って、行書、あ、行書かもしれない。行書なんだけど、なんか象形文字を使ってもいいよみたいなやつだって。待って、ほんまじゃん。ね、ほんまじゃん。ねえ、みんな怖い。テレレレレッテレレレッテレレッテテレレレッテレレレッテレレレッテレレッテレレレレッテ。私の配信開始時間を皆さん見てみてください。配信開始時間がですね、7時11分の57秒。ふむふむ、これはセブンイレブン行こうかなじゃないですか。何？焼き鳥行ったけど何？何何来られた？何何来られた？出遅れた？おはよう。いやあ、行こうか。なっちゃんは今日絶対にセブンイレブンに行くと思う。さてどうでしょう。でも私が今多分私が見つけようとしているアイスクリームが全部セブンイレブン限定だからしょうがない。しょうがないよね。秒まで見えないって、さっきねコメントで送ってくれた方がいるんだ。僕は昨日セブンイレブンに行った。今日のこれを暗示していたのか。そうです。じゃあ早くほら伏線回収だ。行こうかな。無理がある、無理があるか。着替えたら行ってこようって。わー、層のアイスと層のフルーツポンチ味のアイスとアロエヨーグルトの、これがめっちゃレアなんだって。もうあったらみんな買うべきらしい。アロエヨーグルトのカップのアイスが出て、なんか2層になってるらしい、中が。いやいや、焼き鳥屋に行ってぼったくられた。ぼったくられてはないと思う。多分ね、いっぱい食べたし、いっぱい食べた気がするし、物価上昇じゃない？でもぼったくられたってさ、値段がさ高くてさ、なんか高い、値段が高いけどさ、その商品がさ質が見合ってないとか美味しくないとかさ、のことぼったくられたっていうじゃん。そんな安定に美味しいし、美味しさでお腹いっぱいってなったから、でも多分ね、食べ過ぎたんやと思う、私たちが。そう、私たちが食べ過ぎた、うん、でも確かに食べてるわ。いつも頼まん部位とか頼んだもん。めっちゃ食べたわ。食べた後、あれなんか高くないみたいな記憶消しとったけど、いつもより食べてますわ。のとぼったくり、ぼったくりをするようなお店はね、撲滅しなきゃいけないけどね。でも本当にさ、 YouTube とかで出とるなんかぼったくりのお店行ってみたみたいなやつもさ、あれって本当に存在するんですか。怖いよね。なんかお通し代1500円みたいな、ほんまみたいな、なんかお通しでめっちゃ2500円とかられるとかみたいな。
信のみかな。夜できたらまたしますね。出せない。ロロロクロクロク、悪魔の数字じゃないですか。間違えて他のアイス買わないようにね。歌舞伎町はでこそうなんだ。あ、高級なお店ならそのくらい。いやでもなんかあれなのよ、いや違うよ、そんな高級店とかじゃなくて普通になんか普通のお店で。ではでは皆さん、今日は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 この辺で配信を終了しようと思います。お通し出てくる店なんか行かないよって。あら、セブンの異常のかき氷、え、そんなある？私がさ大好きなこれね、なんか九州の方なのかな、なんか九州とか関西西の方にしかないっぽいんやけどさ、袋のかき氷知ってます？いや知ってるか。袋のかき氷があるんですよ。私さその袋のかき氷めちゃめちゃ大好きで愛してやまないんですけど、それのいちご味、そのさかき氷、袋のかき氷が岩下の新生姜さんとコラボしとるっぽくて、めっちゃ探したいんやけど、多分九州とかそちら方面に今んとないっぽくて。食べたい食べたいです。なんかもう袋にパンパンにかき氷が入ってんの。最近仕事でなかなか参戦できなかったことよかった。じゃあ男女読みます。今日はテロップではなく読みます。13位としきさんありがとうございます。12位渡辺さんありがとうございます。11位長澤さんありがとうございます。8位じゃない、10位隼人さんありがとうございます。9位細さんありがとうございます。10位じゃない、今日10と8がごっちゃになった。10位自宅さんありがとうございます。あ、今日10位っつった私。8位自宅さんありがとうございます。7位ごきたりさんありがとうございます。6位月影さんありがとうございます。5位みちゃさんありがとうございます。4位ケンジーありがとう。3位みゆらさんありがとうございます。2位おいもちゃんありがとうございます。そして第1位でんかかいさんありがとうございます。10位え、おいしそうだよ絶対に。いちご味とかに風味がついとるじゃん。どうなんだろう、かち割り、かち割り氷。では皆さん今日も一日ありがとうございました。配信最後のあっち向いてほい、いきますよ、せーの、あっち向いてほい、ねー、今日も一日ありがとう。じゃあねー。